はい。というわけで、本日も、ゆるゆる対談、始めていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、本日は、11月の15、16、17日に予定している、竜神展についてなんですけども、はい、なぜ今、竜なのか、なぜ竜神なのかっていうところを、ちょっと、丸先生に聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。 えー、今年はね、えー、大転換が本格的に加速する年だということで以前から、えー、皆さんにお伝えしてきましたが、えー、今年はた、えー、年なんですよね。辰年ですね。うん、それで、まあつ年にちなんで私がいろいろと龍のね、えー、こういった書であるとかそれから私自身が まあこういった、ねえー、絵を描いたりとか、ねえー、することをしてこれを、えー、販売も、えー、してきたんですけれども、はいえー、私のところにある画家さんから、はい、と相談があって非常に、ねえーまあ、上手な、ねはい、油絵を描く、えー、舞妓さんの絵を描く方なんですが。はい えー、プロの画家さんなので、はい、実際には画商さんにいろいろと手伝ってもらって、はいえー、その舞妓さんの絵を販売するということを、はいえー、ずっとやってきた方で、はいまあ、彼が描く舞妓さんの絵っていうのは、はい、基本的には全部売り切れるというくらいのものなんですけども、はい、私はですね、はい、昔この、えー 画商さん別な画商さんね、はい、結構あの業界でも有名な画商さんなんですけど、はいえー、お付き合いをしていたことがあって、日本の、えー、画壇は,いえー、は結構ね、シビアな業界だってのは知ってるんですよね。はい だからすごく儲かってる画商さんもいれば画商さんそのものがなかなか特に近年は経済的な問題世の中の経済的な問題も含めてなかなか売りづらくなってるていうそういう問題があって彼が頑張って書いてるんだけど将来的にちょっと不安だという話があって。 相談が来たとということですね、はい、で私自身がその画壇のことに関してはそれなりに詳しかったんでいろいろとアドバイスをしていく中で。はい えー、一つ私の方から提案をしたのは、はい、舞妓さんっていうテーマはすごく面白いんだけど、はいえー、基本的にはあんまり、はい、なんていうかな、えー、とメジャーじゃないというかね <laughs> その舞妓さんの絵をね、はい、それは何十万もする例えば彼のやつだと4号をつってこの,、まあ、この蔵の大きさなんですけど、はいえー、舞妓さんの絵だとねだたいね4号で40万円以上するんですよ。はい、そういういのを40万円もかけて 買う人ってそんなにいるもんじゃないよね、はいまあ、いたとしてもそこまで多くはないなので、えー、みんながまあ喜びそうなテーマのものに絞って、はい、書いた方がいいんじゃないかと、はい、と,という提案をしまして、はい で竜神だったら、はい、日本人って竜,竜好きな人はむちゃくちゃ多いからねそうですねなんでそこが竜なのかっていうのが、うんはい、ちょっと深掘り、はいはい、神道においての竜というこっきたいですねなので、はい、竜を書いたらどうだということで、はいえー、竜を書、えー、き始めたんですね、はい、でなんで神道が竜なのかというと一、はい、つはね まあ日本、まあ、日の本と言いますけど、はい、日の本は龍の国であるっていう考え方があるんだよね龍の国龍,龍の国、はい、で、まあ、日本列島そのものがね、はい、あれ龍に似てるじゃんっていうねそうですね身をうによってによってというふうに言われていて、はい、それから 「竜打族」っていう説があるんですがこれは浅川先生という方がかなり読み応えのある本を書かれたんですけど日本人の大元の祖先は竜人だったっていう話なんだよね。日本人人のだったとかそれから古文書の中で。 竹内文書っていうね有名なものがあるんですが竹内文書に記載されてるのは天皇は龍だっていう話なんだよだだから例えば細かいこといろいろ書いてあるんだけど天皇は本当の姿は龍で身長がね1 0ルくらいあったりするわけ。 で、はい、角がついてたり鱗がついてたりして、はい、だけど人前に出てくるときは変身する能力があるから、はい、人前には人間の形で出てくるんだけど、はい、本来は竜だっていう話があるんですよ竹内文書の中には。はいで 本当かって思ううんだけど、まあ、確かにそうですね <laughs> 信じてる人もいますし初 <laughs> <う>めて聞く人は嘘だろうと思う人もいるってことですよね、まあ、僕もねそれに関してはね竹 <laughs>、まあ、内文存に関しては、えー、2種類の考え方があってね、はい、1>, 1つは、えー、茨城に高祖皇太神宮っていう、ねはい、神社があって、はいえー、そこで現在も、えー、と宮司をされてる方竹内さんっていう方なんですが。はい 竹内現在の宮司ともそこそこ親し,しくさせていただいてね、はい、一緒に食事をしたりとかねできるような、はい、えまあ間柄なんですけどもともと竹内文書の研究というのはそこからいろんな本が出ている、はい、高速交代陣高滞神宮,、はい、宮に通ってた高坂さんっていう人がいるんだけど高坂さんって僕がね 20代の時に初めてお会いして、うんはい、まあ、変な人だなと思ってたんだよね、<laughs> えー、でも、すごく誠実な方だっていう印象はあって、はい、その香坂さんがまず竹内文條の本をいっぱい書いたんですよ。はいはい 高祖高台神宮の竹内宮司に聞いたら香、はいえー、坂さんは若いところから高祖、はい、高台神宮にすごく通って、はい、いろんな勉強熱心でいろいろなものを、えー、と本を書かれて、はい、それを竹内文書だっていうことで世の中に出していったんですね、はい、そっちが先なんですね、うん、で、えー、お亡くなりになりましたけど、はいえー、竹内、えー、むっちゃんむっちゃん先生と言って、はいて、えー、むっちゃんが、はい、えー 高速大神宮の竹内文書は、はい、あれは偽物だと。<laughs> 結構ムッチャン先生ちょっと不思議な方ですよ、ね。不思議な方です。はい、ちょ、まあ僕はムッチャン先生と一度も直接お会いしたことはないんですけど、はい、えー、僕のまあこ、孤島の心感の中から聞く情報だと、ムッチャン先生はまあちょっと独特なね、<laughs> 人だから、はい、えっと怪しいと思う人もいっぱいいるだろうけど、はい、あの人の言ってる情報はえっ、ー、と大丈夫。 いううよなことも言ってるのただそこで喧嘩してもしょうがないのでどっちにしても高速法大臣の方に伝わってるやつは天皇の正体は本当は龍だと浅川先生も竹内文書にはちょっと研究をされたみたいで浅川先生の龍太族の本の中にもそのことは書かれてるんだよねあそうなんですねうん 龍って言ってもいわゆる西洋のドラゴンそれから中国の龍それと日本の龍太族の龍っていうのは微妙に違うんだよね微妙に違うんですね微妙に違う西洋のドラゴンはどっちかっていうと翼入ってる翼入っててね魔物系でしょそれから 中国の龍は、はい、えといわゆる神様の化身で神様に非常に近い存在で、はい、まあ非常に力の持っている龍だということになってますよね、はい、日本の龍神は、はい、浅川先生の説によると、はい、宇宙人じゃないかという。宇宙人 龍、うん、系の宇宙人それが日本人の源流で <laughs>、はい、それは、えー、とまがまがしいか形はしてるけど、はい、心根はね非常に正義感のあるような、はい、そういう性質の龍が日本の龍であって、はい、西洋の龍とかとは違うと,という話があるんだよね。はい そういうこともあるんじゃないかなと思うんだけど日本人の中ではやっぱり龍好きな人ってすごく多いんだよね、はい、そうです品川神社の鳥にも龍が,がついてるしね、はい、だから龍、えー、ってやっぱり日本人の心に何かね、はい、こうグッとくるものがあってね 龍を好きな人っていうのは非常に多いと思うんだけど、はいで,ね、でも龍でもさ、はい、あの白龍とか金龍とか青龍、はい、だとかね、はい、いろんなタイプの龍があったりとか、はい、あとは爪がね、はいえー、5本の爪の龍、はい、がいたり3本の爪の龍がいたりとか、はい、一体それってどう違うんだみたいなね。はい えー、というところまで詳しく知ってる人はあんまりいないはずなんだよね,、うん、ねどちらかというとね。はい だからそういうことも含めていろいろと龍の魅力を感じたり、えー、徹底解説をしたりするっていうことをちょっと一回やってみたいなそうですねなんか龍っていろんな秘密が隠されてる感じがするので、うんうん、それとやっぱり今日本がね大転換に本当に本格的に入って、はい、大変な事件もいっぱい起きてるし、はい、そうですね大きいところからちっちゃいところまで本当にすごい事件が起きてますよねすごい事件が起きていて、はい、まあ,、まあ、あの僕もねこの間の暗黒の塔 <laughs> 十日間ってますけど、暗黒の十日間、そのね、まあいろんな人からね、お叱りもいただいてね、はいはい、あんた新感のくせにね、そんな。<laughs> あの酒飲み過ぎて暗黒に入ったなんてね、そのそね、それは堕落してるからだろうって、まあお叱りを受けたりもしたんですが、日本をね、なんとか活性化させようっていう使命があるって言ってる僕ですら、暗黒に落ちるとまあけど、僕が丸先生に一番最初に聞いて、すごいなと思ったは、日本の神様って、大体全員堕落するそう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 うそ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 う まあどんな人でもね、はい、弱点はあるから、ね、間違いを犯すことももちろんあるんだけど特にこの大転換の時代は、はいまあ、大変なことが起きてるのは間違いないんだよね。そうですね。うん、僕も占いを丸先生が実は教わってから結構始めたんですけど本当に悪い時期がこう重なると、うん、今まで普通だった人が突然変なことが起こるっていう。うんうん のが、まあ、占いの見方なので。うん、そういうのがもう全部重なってしまった人はもうしょうもないことが起きてしまう,う,そう,そう,そう。少しでも、はい、まあ、なんかこう運気を良くしたいとか。はい、今自分がいろいろとピンチに陥っている時に、神様に、まあ、はいえー。助けてくださいとお願いするっていうのは、気持ちの人は。 多いと思うんですよね,そうですねだから竜神店で竜の魅力をみんなに、えー、伝えつつ、はいえー、そこに行けば何かこう龍神のね、えーはい、絵が買えるとか、えー、まあもちろんねその原画の非常に高価なものから、はい、本当に、えー、500円とか1,000円とかからね、はいえー、手に入れられるようなものも、えーまあ、そういった商品も集めようと思ってるので。はい えー、参加費は無料、はいえー、でそこで、えー、お,お茶もできる、はい、で夜はちょっとバータイムにしようと思ってるので、はい、そこで交流することもできる気軽に行けて龍、はいえー、神の魅力を、えー、見ていただいて、はい、しかもそこに来た人たちと交流ができたりとか、はいえー、それから運気が良くなるような、えー、欲しいと思ったら。はい その龍神の、ねえー、絵であるとか、はいお,ま、お守りのようなものであるとかねそういったことも手に入れることができると、まあ、そういうことをやりたいなと、はい、も,うもし日本人だったりそういうこの国民、うん、日本人とかその天皇家の血がある人たちが龍神の、うん、まあ子孫だとすると、うん、まあ自分の中の龍神が目覚めるような活動をしていきたいという感じですかねだからもう本当に大転換がかなり本格化してきたので。はい できる限り多くの人の、えー、サポートというかね、はいえー、ができるようなことをしたいなというのがあって、はいえー、しかも、えーと、手軽に来れて、はいえー、参加費は無料であると、基本はね。参加費が無料です、ね、無料料、はい <laughs> はい。はい。でという、えー、まあイベントもちょっといろいろとやろうと思ってね。はい、これから企画をしていくんですけども、はいえー、例えば、えー、まあツボオンチャンネルの有清とハ先生なんかは、はいはい、えっとオンとね、ガングドラムとかね、いろんな、はい、まあ音を出す振動する。ガングドラムってあれですよね。はい。なんか。 不思議なドラムです,ドラムですねあのそのソロフェージオ音感のやつはあるんですけど、ねはい、そういうのとか、えー、シンギングボールであるとか、はい、それでちょっと演奏会してもいいかって問いう、まあ、取り合わせがあるので、はい、そういったものをやったりとか、はいまあ、そういうものに関してはまだ細かく決まってないけど、はい、イベントに関しては、えー、多少有料で、えー、参加。 してもらうかなというようなことは考えてます。ちなみに場所ってこの道場からすぐ近く。すぐなんですよ。じゃあ新番場の駅から歩いても三四分ってことですよね。三分かかんないんじゃない。かかないい新番場からだとたら一二分じゃない。あのだから、えー、品川神社からもうすぐそばってことだね。だから流、はい、神店。 にも行くし、まあ、品川神社にも参拝すると <laughs> 品川神社に行ってから来てもらった方がいいです <laughs> ねまさに品川神社も龍の鳥居があるのでそう,、ね、そうですね,ですねしかも品川神社東京で隠されてるけど実は相当すごい神社っていうのを毎回丸、はい、先生の品川神社ツアーで言われてるのでぜひ行ったことがない人は品川神社も。そうだね はい。行かれるといいと思いますね。まだ多少、その開催まで、えっと、時間があるので、これから内容企画を詰めていったり、ちょっとかっこいいチラシも作りたいなと思ってます。はい。というわけで、今回は、龍神の話、今後、龍神の話は多分特別なバージョンが多分出てくると思うので、そうですね。ぜひそれも楽しみにしていただければと思います。それでは本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。 問い合わせ、連絡先はこちらまで。info.yazaka.369.atmark.gmail.com ぜひ、連絡待ってまーす